はい、こんにちは、ひまじん27号です。前回の続きですね。フル分隊になりました。前回は誰がいなかったんだ。シャアさんが来たのか。はい、で、というわけで、やっていきましょう。ビーコン編成に変えたそうですね。まあいい、では、シャアさんは撮影中しようか。撮影中ですので、とりあえず参戦本堂、とりあえず参戦ほどと。では、行きましょう。はい、行きましょう。で、コバトさんがですね、私にゴールドをくれたんですけども、まあ、ヒマジンさんの円卓乗ってるのを見たいとね。私も乗りたい。ちょっと本気になります。頑張ります。本日の日付が11月17日の1時55分ですね。今月終わるまであと何日あるんだ。11月は31日まであるのかな。30日までですね。あと2週間ないぐらいですかね。で、5600ぐらい残ってるんですけども、まあ8000、あと3000貯めれば多分円卓3機揃うんですよね。なので今月中に3000貯めたいかなと思います。で、まああと2週間ないんで、まあ14日で3000貯めるとしましょう。そうすると1日あたりいくらのゴールドを稼げばいいのかっていうんですね。いくらですか？計算してください。誰か計算して。14日で3000、1日あたりいくら。計算できた？私はやりながらなんで全然計算できません。ダメか、あと4秒ぐらい。いくらだ。14日で3000、分からん。ミサイル飛び交ってますね。好きですね、ミサイル。ツイッターで誰かが言ってたな、ハイスパ、パットンはダメだと、強すぎてダメだと言ってましたね。確かに強い。うわー、くそー、被弾する前に倒せばあのミサイルは無効だったんですけど、残念。ビーコン制圧しまくりたいですね。左も取りたい。もう敵強いんでね、もうビーコンでさすがビーコン制圧して勝ちたいですね。まあジオン軍の方、吉行さんだけ気をつければなんとかいけるかな。
オルカンだぜ。マグナム見てマグタラライドのかと思ったでしょ。オルカンだぜ、びっくりだろう。ビーコン取るわよ。プラントでね、これトライデンとかトレビューっていうと知ってしまった。トライデンとかちょっと難しい、私には難しいです。よし、とにかく帰るぞ。走るぞ走るぞ走るぞ。逆に言うと走ることしかできないからあれですよね。ピナタにすればあれかな、もうちょっと火力上げての足速いからビーコン取りのって感じできるのかな。戦略的撤退だ。無理に戦う必要はない。よし、勝ちました。ありがとうございます。ビーコンショーかな。ああ、ビーコンショーですね。チャビさんが相変わらず強い。80万。どんどん行きましょう。
ネオさんがね、暇人くらい抜けちゃい、暇人クラン抜けちゃいましてね、ちょっとね、残念ですけども、まあもともとね、体験入隊だったんでね。これでチャピさんが抜けちゃうと、もっと魅力的なクランにね、したいな。どうすればいいんだろうかね。もうなんかおいで、ロビーのグループで参加者募ってもツイッターで募っても全然ね来ないんですよ。で一応ねその入隊条件があるんでね、それにはねどうにかね、ま、あった編成をねしていただきたいんですけどもね、ちょっと低かったりとかするんですよね。なんかこうが何個か7があったりとか、バトちゃんさんいいですね、真ん中行きましたね。なんというなんだ、出てこない言葉が、あれ、おお、ラグだ。さあ、これでもどんどん来ました。という間に左側のビーコンも取りたい。やばい。危ない。する場所が悪い。わー、蜂の巣だ。いや、こんな時にライノは役に立ちますね。足が速くなるのはいいですね。敵スポーン地点を制圧しかけている時にこう急いでね前線に行けるのはいいですね、ライノ。ちょうどいい。どうせね、私いなくても勝てるんですよ。もう私はひたすらいい絵を撮るぞ。一人で突撃してもいいんですけど、行くか行くか、いつ行くの。おー、怖いよー。うわー、射線上に立ってしまった。危ない。
ゃあ行くぜい。3、2、あ、ごめんなさい、突撃。ダメか、やばい、ビーコン取られてる。取り返さないと。どうしようかな、トライデントフューリーしか残ってないからな。行くわよ。今だ。とりあえず白で許して。これでこっちも同時に白にできればかなりいい感じ。あー、もうやだー、作戦失敗ですね。ダメやこりゃ。白白であとは任せたが良かったんですけどね。作戦大失敗ですね。あったかな。多分奥に制圧して終わりかな。ございます。しました。なんとか3位に食い込んでます。まあ、さっき話したノルマの話、とりあえず1日100で、でも1400か、もっとか、200ちょいぐらいか。1日で200、まあ、タスクで60で残り140。ああ、これあれですね、あの1日4時間ぐらいやらないと、この間のパンプキンぐらいな感じですかね。じゃあ今月末に1日で金を100ちょい稼ぐまで動画やりますかね。ライノでどこまで走るかですね。トレビはいるんでね、私を縦にしてください。打ってこないな。
ライデントさえ気をつければいけるはず。ですね。よし。次のトライデントで落とされるかな。いけ、白にはなってくれ。白になればもう私の役目終わった。なった？ああ、なってよかった。私の役目終わった。ルーンさんは生き残ってる。よし、これで大丈夫ですね。私の役目は本当に終わりました。スポーン地点制圧できるかな。追いつきたい。これでもう一個ライノがいればね、よかったんですけど。余裕かな。余裕ですね。じゃんじゃんバリバリ倒しちゃってください。そろそろ待とうかな。行っちゃわない。待とう。で、何もしないでやられちゃうのはやだな。でも最初のラインのちょっと頑張ったぐらいか。うお、グリの軍団が恐ろしい。じゃあピークいただくぜ。おばたちゃんさんに取られる前に私がビーコンを取るわ。よっ、取らせませんぞ。ビーコン、ビーコン。あ、嘘だろ。そんな見てよ。すごい勢いで敵地占領。ドンケか。あ、4番か。すごいな。次で撮影最後です。では、行きましょう。ラストです。デッドシティがいいな。デッドシティ。デッドシティ。まれに見る特攻。特攻大好きですからね。まあ、クラメントやるときぐらいかな、こんなに前でんのは。農場か。相手は？お、ちょっとこれは様子見ながらやりましょう。あ、これはちょっと勝ちたい。あ、これは勝ちたい。これは無駄と詰ましていきましょう。なん
間としっかり連携取ってやらないと勝てないな。トライデントボレビばっかり編成じゃなさそうですね。グリー円卓ですね。ルーンさんと共闘して彼を倒す円卓ですね。おそらくタラマグだと思うんで、私が前に出て後ろからルーンさんに援護って形を取ってもらいましょうか。からタラピナガレス、あー気づかれた。でも左取ったか、いやー気づいたかな。まさかグリが飛んでくるとは思わなかった。だけですね、まあ、右側制圧したんで現状位置で問題ないのかな。後ろからはホットさんが射撃いけるか。ゆっくりと左を取りたいが右側の防衛にも回りたい。相手はビーコン取られすぎたかな。4つ制圧はきつかったですね。左奥いけるか。トライデントいるな。そこはタラマグかな。5人か。落としたかった。まずいぞ。右は制圧、トライデントがまだ生きてるんですよね。硬い。いやーカンストだよ、きついな。
は全然狙えてない。防衛だ、籠城作戦だ。ダメだこりゃ、右側防衛だな。くそ、レベルが足らん。伝統落とせなかったか、落としたかったな。カンストトライデントじゃなさそうなんですよね。もしかすると、もしかするかな。やばい、うわ最悪だ。粘るか、いや粘らない、粘っちゃう。行くぜ、右頼むぞみんな。ルーンさん、トレビフューリー落とすんだ。こっちのビーコンを任せろ。いやどうする、いや生き残ることを優先しよう。時間がない。あー嘘だろー、くそー、やられたー。もうあとちょっとレベルから上げればな。惜しかった。いやーくそ、タラマググリトライデントフューリー、あれ一撃で落とせればな。うわドンケか、くそ、うわー悔しい、あー悔しいわ。まあしょうがない、まあ、今日は負けだ、認めよう。はい、というわけで、この辺でおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ちなみにプロフィールこちらですね。やっぱり平均10いきたいですね。期待武器ともに10ね、頑張ってやっていきます。ではご視聴ありがとうございました。では。